マダムカットボンジュー。ボンジューさんはパリ行っちゃった。いや氷町って書いてありますけどね。本当ですか。こちらフランス時間での朝カフェ、いいものですね。氷町じゃないのか。さあ今日はですね、朝カフェのおすすめ、お邪魔しているのはすいません、フランスじゃありません、嘘つきました、氷町でございま す。青空がこちらは広がっていますよ。さあ今日はですね、朝カフェもおすすめなカフェからの生中継です。お邪魔しているのは氷町国道4号沿いにあります一位氷店、その敷地内にあるのが平永コーヒーです。さてそのですね、平永コーヒーなんですが、加藤さんが先日行ったフランスと同様にサマータイムが導入されているんです。土曜日曜祝日はなんと平日の営業時間よりも1時間30分早い8時からの営業だから、モーニングが楽しめるんです。今日も気温見ていくと8時台9時台って30度に達していませんので、ね、この景色とともに美味しい空気で美味しいメニューをいただくことができるんです。さてここからはお付き合いいただきましょう。スタッフの相馬さん、セボン、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。すみません、変な振りをしちゃいました。ボンジュールですね、はい、困らせないでください。さあ相馬さん、こちらではですね、美味しい、そして映える、こんな朝もいただけるメニューがあるんですよね、はい、それが何でしょうか。リコッタチーズのハニーレモンチーズトーストになります。わ、リコッタチーズいっぱいかかってて、上にはナッツですか。はい、そちらくるみになります。うわ、くるみもゴロゴロですよ。ね、蜂蜜もたっぷり、いただきます。リコッタチーズすごく爽やかですね。これだけ乗っていてもすごく酸味が際立つもので、甘さ、あとこの小さくも刻んであるこれレモン、はい、そちらも自家製のドライレモンを使用してます。チーズもレモンも自家製でこだわってますね、はい、そうなんです。でも石井さん、こだわっているのはこちらのメニューだけではないんですよね、うん、はい、どうぞ。はい、店内お邪魔していきましょう。とってもおしゃれなんですよ。入り口からおしゃれですね。こちら店内はとっても広々していまして、日中はお客さんでにぎわいました。20席以上店内だけでありまして、すごくスタイリッシュな空間ですね。ただですね、こちらもしかしたら福島市飯坂町の皆さん、うちの町にもこのお店と似た名前のお店あるよって声が聞こえてくそうですが、はい、本店カフェ平永は今年で10周年迎えました。さあ10年愛される地元のカフェとなったわけですが、こちらは変わってウッドスタイルな空間、どんなメニューが楽しめるんでしょうか。はい、モーニングメニューとして、はい、オムレツパンケーキといったお食事メニューなどが人気です、はい、そんな飯坂町の店舗ではゆっくりと時間を過ごす、そしてお食事やコーヒーを楽しむ方が多いんだそうです。さあそしてですね、今日はここ氷町のお店にお邪魔しまして、いろんなメニューが目白押しですよ。ケーキとかタルトとかも、はい、ね、もうどれにしようか迷っちゃいますけれども、ちょっと皆さんこだわってこだわり抜いたメニューが登場します。それがこちらです。はい、こちらホットドッグになります。すごくボリューミーじゃないですか。ハサミ切れてない。このホットドッグ、なんと10年の歳月を本店のオープンの時から考え抜いて、やっと提供できるようになったんだそうです、ちょっと相馬さん、このソーセージのボリュームすごいですね、はい、そちらソーセージは当店独自で依頼している国内産のハーブソーセージを使用してまして、まあ、バンズは熊本産の小麦粉を使用した、ハード系バケットになります。美味しそう。わあ、豪快ですね。飲み込めるかな。結構ボリュームがあるので、うん、ごまはん、はい、ボリュームね、ありすぎですね。この食べ応えあるだろうな。パリッとプリーンとしたこのホットドッグのソーセージ、ハーブの香りがすごくて、うまみ、肉汁がすごく口の中でパチンと弾けます。で、中にはこれ玉ねぎが入ってるんですか。はい、
まあ、玉ねぎは特に味付けはせずオリーブオイルで炒めただけなので、うん、素材の味を楽しんでいただければと思います。なるほど。だからこの、ね、玉ねぎ本来の甘みが一緒に楽しめるんです。でこの小麦じゃないからこそのパンの香り、はい、いいですね。そしてお待たせしました。お待たせしすぎたかもしれません。ちょっとアイスがこちらホットドッグと一緒に召し上がっていただくのがおすすめの、うん、エスプレッソゼリーフロートになります。わー、フロートということはこちら下はドリンクになっているわけなんですね。夏だからね、飲むスイーツという感じです、うんね、そうなんです。ちょっとお待たせしすぎましてごめんね、フロートちゃん。待ちくたびれちゃってということでフロートが、エスプレッソだからこそ苦み、濃い、深みのあるゼリーとなってますね、はい、チュルチュルとこの夏だね、ゼリー状になったクラッシュタイプのコーヒーゼリー、エスプレッソゼリーと牛乳ですか、中。はい、そうですね。すごく合います。並々入ってんだ。こちら豆にもこだわりがあるんですよね。はい、まあ、エスプレッソの方当店オリジナルの2種類のブレンドをご用意してまして、うん、こちらのエスプレッソゼリーフロートには深入りの方のお豆を使用してますので、はい、画面向かって左手こちらです ね、 濃い色してますね。やっぱり浅入りと比べても石井さん分かりますよね、色が全然違いますね。そうなんです、フロートということですから。もう早く飲んであげてほしい。アイスも一緒にいただきましょう。早く飲んであげて。美味しいこと、やっぱアイスと、ね、一緒にいただくのがいいですよね。さあ、そしてひんやりスイーツはこれだけじゃありません。それがこちら、はいはい、こちらクレマカタラーナになります。おー、どういうスイーツなんでしょうか。はい、あれですよね、海外のスペインの北東部に位置する、はい、あのそこで食べられている定番のスイーツなんです。では最後の仕上げをお願いします。上に乗るのはこれ、あ、怪しい粉じゃな ないですよね。これはグラニュー糖ですよ、ご安心ください。ファイヤー、おなじみの、ね、この皆さん焼き目にご注目。パチ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 、ちょっと色が変わってきました。ね、そうなんです。もうこちらね、この黄金色、またカラメル色になってから香ばしい匂いが店内に広がっています。うわー、いいな。え、下はこれプリンになってるんですか。で下は、カスタードクリームをアイス状に固めたものになってますよ、ね、アイスですが大丈夫でしょうか、はい、じゃあこれをいただきたいと思います。でこれじゃあ最後にお皿に乗せていただきまして、はいはい、アイスになっているということで、はい、これ炙ったのに大丈夫でしょうか。溶けてない。あ、パリッとしますよ、うん、こっちは溶けてないですか。あ、こっちはですね、いい塩梅に溶けてます。ただこれは溶けてるぐらいがちょうどいいんですよね、うん、溶かしながら食べていただくスイーツになります。なるほど。うお、上の方はやっぱり飴に近い方は溶けているんですが、下はですね、しっかりとアイス、うん、形状も残っています。へー、うん、冷たいけど、あ、夏のパリッパリのこのキャラメルでしたところがアクセント、はい、いやー、この香ばしさに大人の感じもしますけれども、中はとっても甘くて、うん、これもまたひんやりスイーツいいですね、はい。さあ、その他にも郡町といえば桃の使ったスイーツ、またドリンクも充実しています。こちらは数量限定なんですか。一応9月末まで販売してますが、うん、数量限定になります。はい、ぜひ郡町福島の桃を使ったスイーツも楽しんでみてください。それでは場所の確認をしましょう。今日は郡町にお邪魔しました。伊達郡インターチェンジから国道4号に出まして、国道4号の手前を左折します。そうすると1位小売店を皆さん目指してください。この敷地内にカフェが入っています。さあ、平永コーヒーはお伝えしました通りサマータイム制を導入しています。ぜひ今週末にでも、土曜日曜祝日は朝8時からの営業ということです、はい、皆さん朝活いかがでしょうか。以上、中継でした。